はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、パータラです。というわけで、今回なんですけども、ソロでできる車両複製となってます。まず、自由照準、招待限定セッションから開始をしてください。ここから準備をね、説明していきます。まず、オフィス、これ所有している必要があり、オフィスガレージも必要となります。で、空きのあるね、オフィスガレージというのが必要です。そして、ここでピスワッサーを必ず満タンにしといてください。これがないと、成功できません。そして空きのあるオフィスガレージというのはどういうことかというと、必ずね、車両管理メニューに空きがあるとか、もしくはない場合は野良車両などを入れて、その野良車両を外に出して爆破すると空きができます。必ず空きがある状態、これ必要となり、カスタムショップも必要となります。では、購入画面などから説明もしますね。オフィス、これはどこのオフィスでも OK です。そしてこの右側のガレージのね、メニューのとこですね、ここでカスタムオートショップというものが必要となり、この作業はロスサントスカスタムとかでは代用はできません。では複製する車両はアリーナの車両で1シレトロカスタムや、もしくはベニーズの車両とかで5万ドル以下で売られていて超高額なカスタムのエレジーレトロカスタムやサルタンアレースなどを使っていきます。それ以外のデラックスなどを複製しても高額では売却できません。では地下基地必要となり、地下基地の中に機動作戦センター、区画3を必ず個人車両保管庫にしてください。武器乗り物ワークショップはダメです。で、その中にエレジー RH8 を入れておく。または違うガレージにね、エレジー RH8 犠牲車両として用意してください。では、地下基地の外のところに来ました。そして、複製の犠牲車両となるエレジー RH8 を、これから機動作センターの中にね、しまっていきます。そして、ピスワッサーが満タンなのを確認します。ではこのエレジー RH8 を地下基地の中に入れて、機動作戦センターの中にもともと何か入っていたら入れ替えという文字が出ます。で、中身がもともと空っぽだったり、この車両が入っていれば入れ替えという文字は出ません。まあどっちでもいいです。中にエレジー RH8 が入った状態、ここから開始します。ではオプションボタンを押して、まずオンラインの犯罪事業スターターパックというところをね、開いてください。必ず一度開くようにしてください。ここを丸押すとこういった画面になります。確認ができたら×で戻ってください。次に自分と違う照準違いを準備します。例えばコミュニティなどでパパテラフレンドコミュニティなどに参加していたら、ここに参加すると、ただいまプレイ中というところから、5分以上ねプレイしているような人にまずセッション参加というのを押してみてください。そしてセッション参加を押してから警告が出ます。この時ゲームに接続できませんなどはダメなので、違う人を選んでください。 PS ボタン素早く2回押して違う人に参加。そして警告画面が出たら PS ボタン素早く2回押して、もう一度同じ人に参加で、注意画面が出たら×です。必ず注意画面が出る人を見つけてください。そして三角で車両に乗り込み、エンジンをかけます。後ろのマフラーから煙が出ているのを確認してください。そして今度はオプションから犯罪事業スターターパック購入画面を開きます。で、この左側に書いてある文字の通り、購入にカーソル合わせて丸と R2 を同時押しした瞬間、 PS ボタンを素早く2回押して、照準違いに参加、警告丸、注意×、タッチパッドを長押しです。では行きます。 R2 と丸を同時押した瞬間、 PS ボタン素早く2回押して、警告丸、注意を×、タッチパッドを長押しです。で、素早くスナックでピスワッサーを丸丸長押しという風に押してください。この時自分のコスチュームがマスクなどをつけているとピスワッサー飲めませんので、マスクは外してください。必ずピスワッサーは丸丸長押しをして、ポトンと下に落っことしてから、また丸丸長押しという風にして、連続8本必ず綺麗に飲み切るようにします。そうするとこのように倒れて近くの病院などに出現します。これで機動作センターの中身をバグらせた状態で外に出ることができた状態となります。ではここからが繰り返し点となりますので、連続複製する場合はこの時点から繰り返してください。病院付近に出現したところからということです。
そして CO のバザードなどで移動していきます。今この時点で機動作戦センターを要請するとある特定の場所に大体出現します。その近くの、お店みたいなねなんかところなんですけど、そこに行って機動作戦センターを、完全にこの映像と同じ場所に停車させてバグらせていきます。ではこの機動作戦センター大きな乗り物が要請して、ここに出現しました。そして左に曲がり、左側のねこの青いね屋根の建物です。ここ映像をよく確認してください。これからねポイントとなる場所もよく説明していきます。目の前にこの廃車の車両があります。これを使って機動作戦センターをバグらせていきます。どういうことかというと、この機動作戦センターを一定の場所に停車させます。この押している廃車はどこにあっても大丈夫です。機動作戦センターがどこに停車されているかというのを映像と同じようにしてほしいので、ポイントいくつか説明します。まっすぐこの駐車場に対して止めていきます。そして今後ろがちょっとガンと当たりました。これだとちょっと寄りすぎということなので、もうちょっと手前側に止める必要があります。そしてポイントとなる場所、いくつかね、3つぐらいあるんで、停止画面、させながら見せていきますね。今回の車両複製で重要なポイントの、一つであるので、この機動作センターの停車位置というのはかなり重要です。ここがうまくいってれば大体うまくいっちゃいます。ここがうまくいってないと何回も失敗して無限ロードになってしまう。そしてまた最初からやり直すっていうことになりますので、ここを、十分ね注目ポイントとしてください。機動作戦センターを停車させたら、複製をしたい車両、整備士などからどこのガレージにあってもいいので、イッシーレトロカスタムやレジーレトロカスタムを要請します。よくデラックスやスーパーカーを複製する人いるんですが、それだとほとんどお金稼ぎにはなりません。必ずイッシーレトロカスタムなどアリーナの車両、または5万ドル以下の車両を使ってください。では機動作戦センターの停車させるポイントです。映像と同じように左の電柱から、いや街灯ですね、街灯からちょっと離れた位置にします。ぴったりくっついちゃうぐらいだと失敗したりしますので、ちょっと開けた状態、そして機動作戦センターから降りた時に街灯と機動作センターの側面がちょこっと開いている状態、機動作戦センターのトレーラーの部分のタイヤがこの白線からちょっと出ているぐらいっていう感じです。そしてこのポイント、後ろから2番目の車輪はこの位置、そして左から1、2、3、4本目の白線のとこに機動作センターの青いサークルがある、そしてこの H という奥の看板とちょうど機動作センターの後ろがまっすぐになっている状態を確認してください。そして複製したい車両をまず要請したら、この機動作戦センターから一定の距離必ず離れてください。なぜ離れるかというと、さっき廃車の車両がありました。それを動かしました。離れることによってその廃車の車両がもともとあった位置に移動されます。機動作センターの下に潜り込み、機動作戦センターをちょっとでも触れたりすると、機動作センターが不適切な位置にあるということで元に戻される、どこか違う場所に停車されるっていうのを利用して複製します。機動作戦センターの後ろに行き、左上に文字が出る状態を確認して今いる場所を覚えてください。フロントのねガードのところがちょうど白線ぐらいで覚えました。そしたら R2 でぶつけてボワッと浮き上がった瞬間、 L2 で戻って同じ場所に戻ったら右十字キー丸丸長押しでずっと待機します。この時丸が1回じゃ効かなくてドゥドゥドゥンってなったりするので、その時は丸を長押しです。真っ暗画面が元に戻って、左上に機動作戦センターが移動されたと出て、ナンバープレートが変われば成功です。こうなったら次に空きのあるオフィスガレージに行ってください。機動作戦センターの後ろでずっと真っ暗無限ロードになっちゃう場合は GT アプリを閉じてもう一度ね再起動するとか、または Spotify などをやって GT アプリを一時中断してセッション移動するなどしないと回避できなかったりします。必ず空きのあるオフィスガレージに入れてください。そして入れたら次に右十字キーを押してカスタムショップに入り、必ずカスタム1箇所変更です。ナンバープレートなどを1箇所変更してガレージに元に戻す。そうすることでこの車両は
エレジー RH8 を犠牲車両として複製が完了、セーブされました。では連続でやる場合はインターネットからエレジー RH8 を機動作戦センターの中にこの車両を購入して届いたことを確認してから、右上の画面に案内出てますけど、連続で複製は繰り返し地点へってね、ピストアスさん飲んだ後病院の付近に出ました、そこに戻って繰り返してくださいということになります。機動作戦センターの後ろで無限ロードにさえならなければ約10分ぐらいに180万ドル程度稼ぎ続けることができるので、よかったら参考にやってみてください。というわけで最後までご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。